この台始まりました、むちゃつチャンネル。さあ、はい、今回は超久しぶりに、はい、苦労しました、給料だけに甘いです。はい、お願いします。甘いさんにおいでいただきました。いやー、もう私ね、今ね、天と超過ばっかりの動画でいやいやいや、もう本当にそうですね、1年ぶりですけれどもまあ、1年勉強してちょっといろいろありまして、はい、まあ、はい、そうですね、超過、はい、さん体調不良でずっと休んでるので、ストックもないので、超過、うん、さんの代わりということで、ああ叩かれると思いますいやいや、いつものことって言ったらあれですけど、はいはい、もうなんていうか仕方ないことなんですけどそんな浜井さんなんですけど、大学院今年も受けたということで、はい、はい、今年も受けまして、まあ受けたところが、はい、はい、どこでございましたっけ。一橋、はい、早稲田、東大、はい、受けました。3つ受けて、はい、受けまして、はい、全滅です。あら、何浪ですか二浪ですね、はい、大学院二浪ということで、はい、そうですね、去年ちょっと出ておりましたけど、チャンネルでも、はい、はい、出させていただきまして、その時にまあ筆記で受かったっていう、はい、あ、そうでしたね、はい、報告したんですけど、筆記で全部落ちましたあ、そうだったんですね。そうです、面接に行けなかったんですね。面接に行けなかったです、今年は。あら、難かったってことですか、それは。筆記は、あ、そうですね、難かったです、はい、でも実力は出し切ったのかなって気がします。はあはあ、いわゆる教育系で出したってことですか。そうですね、一橋だけ社会学研究科です。ああ、社会学、まあでも教育関連のところに出しました、うんうん、はい。どうだったのかをちょっとね、聞きたいと思うんですけど、はい、それまず選ぶのはどうしたんですか。まあ、早稲田卒業しました。そして、はい、教育系の会社で、はい、早稲田では研究してたのは、まあ、早稲田では一応国語国文学科なんで、はい、そうですね、まあ、国文学を勉強するか教育学を勉強するか、まあ、ゼミによって内容が違うんですけど、うん、まあ、私は教育学を勉強するゼミに入りました。なるほど、はい、勉強してるうちに、まあ、教育学じゃなくて、多分自分の関心が教育社会学の方なんじゃないかなっていう、うん、ちょっと世の中と関連っていう感じで、まあ、それに気づき出したのが働き始めて数ヶ月くらい。教育学と社会学、超過さんと同じですよそうですね、はい、そうです。去年は東大だけだった。あ、そうです、去年は東大だけ受けました、はいはい、まあ、もう対策が間に合わないので、はいはい、結構併願受けたらいいじゃんとは去年も言われたんですが、はい、大学院の対策って大学ごとに、しかも研究室ごとに全然違うので、はい、多分間に合わないっていう判断のもと一本に絞りましたっていう感じですね。なるほど。今年はそういう点では1年あったんで、とにかく自分の関心の近い研究室を探して、うん、もう とにかく入ろうとなるほど思ったわけです。またでも良い大学を選びましたねもう本当に良い大学、うん、そうですね早稲田からそのまま上がれるみたいなのはなかったんですか。4年生の時は、うん、ありました。うん、あったんですけど、当時はそれを何も考えてなかったんです。多分研究するっていうのは自分の中で全然頭なかったのと、うん、国語国文学科だと同じ国語国文系の研究室になるんですよね、はい、なんで、まあ、自分は今もそうですけど、うん、教育学とか国語国文学というよりは関心が教育社会学なんで、まあ、どっちにせよ多分使えなかったかなと思います、ね、まあいろいろあります。まあ僕は東大の言語学なんで、うんうん、言語学やって、それがもしダメだったら慶応のそのまま英米の方に行くっていうので、うんうん、まあ2つ出して、で東大受かったから慶応のはもう受けなかったんですね。まあ先に出るので発表が、うんうん、あ、なんで受かったって言ってもう受けなかったんですけど、はい、はい、勉強はちなみにどんな感じでやったんですか。あ、勉強はですね、自分は去年本当に最短距離ばっかり目指してやってたんで、周辺知識を広げようと思って、まあいろんな本を読みました、うん、いろんな分野、まあ教育社会学中心ですけど、うん、まあ日本各地にいる教育社会学の権威とされる先生の本とかを読み漁る感じ、うんうんうん、はい、で英語とかも、英語ともそんなに多分勉強、はいはいはい、時間は教育社会学に比べると割いてない。なぜかというと、東大はまあ去年英語を、まあ、一応突破できたのと、うん、辞書を持ち込んで、まあ、時間内に2時間与えられるんで、うん、和訳を書いたり英作文を書いたりするっていう感じなんで、うんうんうん、まあ多分ちょっと慶応の文に似た感じなんです、はいはいはい、まあ、東大を、自分はやっぱり一番入りたかったんで、うんうん、まあ、東大に向けての勉強をしてたんで、うんうん、英語じゃなくてそっちにちょっと力を割いてて、もちろん英語の勉強もしてたんですけど、うんうん、早稲田とかは英語できなくて落ちた可能性は高いやから。あ、そうなんですね早稲田の英語は難しかったというか、ちょっとやっぱりそういう勉強をしてなかったからもありますし、単純にやっぱ難しかったですね、うん、もう形式としては全部英語があったんですか。一橋はなかった。一橋は一時は英語はないです、はい、ただなんか一時がちょっと他と違うのが、うん、研究計画書と、論文の合算みたいな、うんうんうん、で論文はうまく書けた気がするんです。
お、まあ、7割から8割くらいの出来ではあるんじゃないかなと思ったんです。あ、論文試験っていうのもその場で書く。あ、その場で書く試験です。あ、なるほど、はい、一橋社会学研究科は結構多くて18題くらいテーマがあって、はい、まあ、その中で4問くらいはその中から1個選んで答えてくださいっていうのがあって、あとは他の領域から入ってもいいんで18個のうちから1つ選んで書いてくださいっていうのがあって、うんうん、合計で2個書く、まあ、合計で2個、あ、論文試験で、はい、2つ書いて、それは書けたかなと思ったんですよね。それ社会学系でした、やっぱり。あ、そうです、やっぱ2つとも社会学系で書いて、はい、社会学って人気ありますからね、実はね、はい、そうなんですよ、文系だから入るんじゃないのって言われるかもしれないですけど、かなり人気高い。世の中の不安っていうのが今増えてるんで、うん、ちょっとやっぱり上がってますね。ああ。まあどこももう4倍ありますね。へえ。一橋も多分4倍くらい、4倍5倍はあるんじゃないかなっていう。自分の前後の番号って全滅だった気がするんで。ああ、はいはいはい、うん、ありますね、そういうのね。問題文持ち帰れるわけじゃないんで、はいはい、その日の走り書きなんですけど、うん、選んだテーマが学習と教育の現代社会での関係について例を挙げて、教育学含む社会科学の理論を挙げて論じよう。おー、はい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 。自分は学習は自ら学ぶことで、教育は他者から知識を得ることと定義づけて、はい、まあ、新自由主義の流れを受けて教育の市場化が進んで、今まあ教育系 YouTuber とか結構発達している世の中になってるけどもみたいな感じで書いてきてます。なるほど、うん、どうですか、教育は引き出すものなんだよとかって言ってくる人がいそうですからねまあまあ、だって一瞬で定義づけるって難しくないですか。難しい。その時はもうそれで書くしかなかったかなって感じがしますね。でもう一個が、移民の社会統合を実現するにはどうすればいいか、あら、必要な指標を一つ以上用いて、学説や理論を用いてあなたの意見を述べなさい。あら、だったかな。ちょうど今のユテラでクルド人についてが数時間後に出ますけど、うんうん、そうですか、そうですか。移民っていうのは結構やっぱり社会学系では狙われる感じですね。まあ、そうですね、まあ、大きなトピックですからね、うん、大きなトピックですか、うん、まあ、私はオーソドックスな感じですけど、まあ、ニューカマーの問題について書きまして、うん、まあ、ニューカマーで、まあ、1970年以降日本に来た人は、言語面、適応面、学力面の不利がありますと、うん、でその不利を乗り越えても就職するにはなかなか難しい状況です。それがまあ日本っていう国の特質があってどうこうみたいなのを理論を使って書いたと思うんですけど、その理論が書いてない。あ、でもこれ指標がちょっと変ですね。日本の人口に対する移民のパーセンテージっていうのを指標にしました。おー、なるほど、うん、ちょっと指標って何を使えばいいか思い浮かばなかったんで、うん、まあそれはちょっと自分の実力不足な気がします。まあ移民と教育についてもね、大事ですからね、これね。それで日本はだいぶ少ないですよって感じですよね。 OECD 加盟国の中で後ろから2番目っていうのを書いて、学説は分説的同化理論っていうポルテスさんっていう人とルンバウトさんっていう人の学説を使いました。まあ、この方自身がもう移民第2世代なんですよね、うん、まあ、文化的に適合した統合を実現する子供っていうのがあんまり日本にはいないのかなっていうことを書いて、いけたのかどうかってことなんですね、うん、なるほど。多分細かいツッコミやっぱり出てくると思うんですけど、普通に筆記試験突破できるレベルくらいは書いたんじゃないかなと思います。それが一橋と、はい、ただ多分研究計画書で落ちたんじゃないかな説が。あ、なるほど、計画書の方、はい、一応その先生にも、うん、まあ、研究計画の実際に行きたいところの先生にもちょっとこんなことをしたいと思ってるんですけど、うん、と聞いた時に、うん、その研究は東大の方がいいんじゃないですか。あ、なるほど、そういう風に言われたんですね、うん、はい、ちょっとさすがに変えたんですけど、でもやっぱり東大の研究をするために作ってるような研究改革書を、まあ、完全に当てはめるのは難しかった。一橋にも先生方にも同じ研究科を受ける方にも失礼なことをしてしまったかなとは思っています。それでその東大持ってったけど東大もダメだったんですね。東大は筆記の方がダメでしょ。あ、そうです、東大はもう筆記だけなんで、はい、筆記だけで判定して。あ、そっか、計画書ないのか。あ、そうです、計画書はまだ入ってない、はい、なんか計画書の判断をされる前に落ちた、うん、英語はいけました、東大は。英語ですね、英作書けなかったんです。あー、書けなかった、ね、だから英語で落ちてる可能性もあるかなって今思ったり、英作がですね、はい、ますます何々って、まあまあ非核球じゃないですか、はい、ザー何々非核球が、うん、あれがうまく書けなかった。ザープラス非核球は難しいですよ、ザープラス非核球すごい。ザー何々書いて、その後 SVO ってどんな感じだったかなってごちゃごちゃしていて、はい、その後ろに、S じゃないやつ持ってきても大丈夫だったっけとか、それで悩んで、まあ、ぐちゃぐちゃになった気がします。インクリーシングリーっていう逃げる方法もありますからね。ああ、いいですね。ちょっと覚えておきます。で、専門の方はできた。あ、でも専門も一問確実に書けなかったやつがありました。教育学研究科、まあ私が受けたコースはですけど、コース名は伏せますけど、大問1が40点配点、まあ必ず書きなさい。ちょっと待ってください。悩んじゃった。配点がちょっと覚えてなくて、はい、配点最近変わったんですよ。あ、なるほど。まあ別に形式だけ言ってもらえれば。まあ大問1があって、うん、まあそれは確実に書いてくださいと。うん、
で大門2は3台から2台選んで書いてください。これも論述です。で大門3は A 軍 B 軍 C 軍っていうのがあって、 A 軍の5軍が3つ、 B 軍3つ、 C 軍3つ、それぞれ1つずつ選んで書いてください。なんですけど C 軍が1個も分からなかったです。ああ、なるほど、知らない用語が出ちゃったというです、ね、あ、そうですね。選んだのが教育の指示課とシャドウエデュケーション、まあ、で後でシャドウエデュケーションを調べたら、まあ、正反対のこと。あ、全然違ったんだ。へえ、まあ、中国とかで確か話題になってることで、教育の指示課に確か反抗するような多分取り組みだったんじゃないかなと。あ、隠れてやってるやつ。禁止されてますからね、塾がね、禁止されてて、でそれでピアノの先生とかが教えてたりとかね。そういう状況があるんですね、はい、ちょっとやっぱり、まあ、海外のこともあんまり自分は知らなかったなっていうのはすごい反省ですね、はい、シャドウエデュケーションって初めて聞いたんで。記述する筆記の専門のやつはどんな内容だったんですか。はい、はい、1問目が、まあ、グローバリゼーションが公教育に与える影響をグローバリゼーションと公教育を定義して答えなさいみたいな感じだったから、それを確か社会学の、まあ、社会科学の用語を入れて解説しなさいだったから、まあ、グローバリゼーション、これ私は、人物金や価値観が国境を越えて行き来するって、書いて、公教育が国から国民に伝える教育と定義して書いたみたいな、理論はルイ・アルチュセールっていう人の国家のイデオロギー装置論で、教育とかメディアを通して、国民にあの国が伝えているっていう。ピエール・フルデューっていう人はそれをまあ上から下へっていうのを象徴的暴力だっていうことを言ったみたいな、まあ、そういうことをちょっと書いていって、まあ、また一つ場所一緒なんですけど、グローバリゼーションはこの傾向がまあ加速して公教育の地位がちょっと低下するんじゃないかなっていうのを教育の指示かっていう観点と、教育の方針を伝える昨今の流れ、うん、まあ、キーコンピテンシーとかなんか主体的対話的な学びっていうのがありますけど、まあ、ああいうのが言われる世の中になってますよねっていう、書いたのが1問目です、はい、2問目が、まあ、1から3まであって、1と2を選んだんですけど、ちょっとこれが多分うまく書けなかったです。多分ここでだいぶやらかしたなっていう。教育格差を定義してなぜ是正すべきか多角的に述べた上で可能性や問題を述べよう。わあ、是正ですね。格差是正難しいですけどね。そうですね、広げようって言ってる人もいる中で、なんで是正するべきなのっていう。まあ私が書いたのは、教育格差は生まれに応じて最終学歴が異なることと、まあ、これ松岡先生っていう有名な教育格差本を書かれた先生が定義されたことをそのまま持ってきていて、まあその理由として、まあ能力に応じて等しく教育を受ける権利があの今は果たされていませんよと。3つ理由を挙げて、1つ目が地域差、2つ目が地域の意識の差、3が性別、はいはい、ジェンダーね、はい、でこれを2ページくらい書いちゃったんです。ほうほうほう。大門1で1ページちょいで終わったんですよ、はい、うん、でも大門2の1で書きすぎて時間が残り1時間くらいになっちゃって、はいはいはい、なるほど、やらかしたなっていう感じ、時間配分完全にミスったなっていうのですかね、うんうん、で2の2をちょっと書き足で書いて、3問目の5群っていうのは最初見た時にこれとこれとこれ答えよって決めてたんで、はいはいはい、でも考える時間も必要なんで、ちょっと2の2とかをだいぶ書き足で書いたんですけど、多分ここが多分一番薄いかなと。この2の2を30分で書いちゃったんで、ここがすごく薄くなっちゃったかなと。まあ1ページは書いてますけど、でもこれタイトルも難しいの選んじゃったんですよ。各国の、まあ各国っていうのはいろんな国の、いろんな国が、まあ教育で公正性と卓越性を目指している取り組みをやってると、そのジレンマについて書きなさいみたいな、なるほど、うん、まあ、平等になるのか卓越なのかさ、まあ、相反するようなもんですかね。そうです、それをどうやってやってるのかっていうので、ちょっとこれをだいぶ失敗したなっていうのは、どこまで減点されるのかなっていうのが自分の中では、まあ、受かるか受かんないかかなって思いました。まあ、日本はその女子枠問題はいはい、はい、アファーマティブアクション、はい、まあ、やってますね、うん、でアメリカは ESL プログラム、うん、ヘッドスタート計画って、まあまあ黒人とか日本と同様にアファーマティブアクションというか、まあ、白人の卓越、白人がちょっと優越してるみたいな感じのことで、うん、ちょっともしかしたら教育の卓越じゃなくなったかもしれないなっていうメモを見た時、なるほど、人種みたいになっちゃったとなるほど、ね、アファーマティブアクションはね、実際早稲田でも出題されてますから、英語の問題で登場しておりますので、うんうんうん、はい、小学部か出て全然みんなね分かんなかったですけど、まあ確かに高校生にアファーマティブアクションとか普通は知らないというか、そうそう、ね、だから入試問題になるんですけど、アジア人をねこうやって増やすマイノリティで、いやアジア人だらけになっちゃったじゃないかって怒ってる人たちがいて、まあいろいろ大変なんですよね、はい、結構アファーマティブアクションっていうのは嫌われますよね、日本は特に。でもう一つシンガポールの例を挙げたっていう感じですよね。それで、まあ、シンガポールは論文の引用が日本でアメリカよりは少ないと、公用語で英語教育をしているから英語はよく喋れるんだけど民族言語への理解が少ない
ていう感じで書きました。怖い、言語学からすると。あ、ここも失敗してるかもしれない。怖いわ、それ。言語学からすると公用語はね、英語だけじゃないですからね、うん、シンガポールはね、英語、中国語、うん、だから中国語で教育受けてる人もかなり多いですから、ね、うん、マレー語もあるし、ね、うん、4カ国語大事にする国ですからね、うん、めちゃめちゃ大事にする国ですからね、これ。ここでバッサリ言っていく可能性も。これめちゃめちゃ大事にする国。書いちゃいけないこと書いたんでしょうね。分かんないですけど、なるほど。まあそれもやっぱり自分では分かんないことなんで、うん、そうですよね、書きすぎたなっていう感想。まあこれからは世界にも目を向けてって感じですか。そうですね、そうですね。まあ世界のことをよく知らないと書けない論文だなっていうのはすごい感じました、うん、社会学的にはそうですね、シンガポールは重要な地域でございますが、じゃあ早稲田はどうだったんですか。英語がだって難かったって言ってました。英語難かったです。英語はですね、1時間で大問が2台ですね、はい、2台あって選択が 10問あって記述が4台みたいな感じです、うんうん、イメージとしては。それ全部長文ですか。記述はそうです、全部読解で、はい、シンプルに時間帯量だったです、はい、じゃあ文法とかはなく文法問題とか。文法ありました。並べ替えとか。並べ替えも解けなかった気がします、うんうん、形式とすると多分普通の早稲田の英文に近い、うん、早稲田の一応教育になるんですね、研究科は。あ、そうです、教育になります。あ、なるほどね、はいはいはい、それで早稲田レベルの英語は読めなくなってる。なるほど。じゃあ早稲田の専門の方は。はい、早稲田の専門は、まあ、論文を1台書く、うん、6問から1問選ぶ、はいはいはい、これが、まあ、記述で大問1で、うんうん、大問2が、まあ、5問言葉があって、その中から2問選ぶと、うん、まあ、この言葉っていうのも必ずしも教育社会学に関連してる言葉じゃなくて、大隈重信とか、おー、はいはいはい、和魂要塞とか、はい、OECD とか、多分そんな感じだったと思います、うん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 、大隈重信は去年だったかもですけど、うんうんうん、まあ、なんで教育社会学じゃない用語も出てくるんですけど、その用語の解説をしなさいかに、はいはいはい、まあ、ちょっとこれも早稲田の日本史っぽいなと、うんうんうん、大門さんが3つ必ず答えなさいっていうのがあって、このような調査方法をしているとき何が問題だと思いますかとか、おいおいおい、なんか因果推論って何ですかみたいな、うんうん、あの因果と相関関係って違いますか、はいはいはい、そうこれは重要ですよ、よくありますね。まあ調査をするときにちゃんとこの人分かってるのかなっていうフルートス問題なるほどですかね。そうですね、相関関係を因果関係と勘違いする人たちいっぱいいますからね。まあ一方向かどっちも関係あるかってことですよね、うん、記述の方は どこをどう思って評価するのかもちょっと分かんないですけど、うんうん、門外観にしてはできた方、まあ6割とか7割くらいはあるんじゃないかなと思ったんですけど、うん、なるほど。まあやっぱ英語ですね、うん、となると英語はもう全然もう5割か5割です、ね、その文法の穴埋めとかもある。文法の穴埋めありました、ありました。そうですね、早稲田のよく出る、なんでもう早稲田の過去問を解いてきた人からすると解けそうな問題。まあそうですね、もうだ早稲田のそもそも学部の問題自体がね、入試問題めちゃくちゃ難しいんで、それで因子でもっと難くするって言ったらあ、そうですね、とてつもないことですから、はい、なんでレベルとしては多分そんな変わんないと思います、うん、一般受験のレベルと、うんうん、当時より自分の英語の学力は落ちたんだろうなっていう、うん、で来年はまた受けるんですか。受けようと思ってます。受けようとは思ってるんですけど、ただ今年ほど勉強時間取れない気がするんです。あら、仕事忙しくなる。そうですね、今年の5月くらいからもうだいぶ結構ありがたいことにお仕事をいただくようになって、はい、来年もっと増えることは自分としてはすごいありがたいんですけど、 ありがたいしもっとくださいっていう感じですけど、勉強両立できるかって考えたらちょっと怖いですね。記事いっぱい出してるからね、オンラインのサブちゃん更新やめちゃったから俺もあまり触れられない。いや、でもありがとうございます、いつも触れていただいて。もっともっと触れたいんですけど、もう時間がなくて俺も19浪の方の記事にも触れていただいて、はいはい、森哲さんの大ファンだということですが、これ使っていただいて多分19の方送って喜ぶと思う。本当はね、もっといっぱい触れてもっとやりたいんですけど、すいません。じゃあ来年もやるということで、大学院入試受ける方はアドバイスだったりなんだりコメントにいただければ。お前いるのか、見てる人少ないと思いますけどね。手厳しい意見もお待ちしてるんで、ちゃんとコメントを見させていただきます。わかりました、はい、お待ちしておりますね。はい、ありがとうございます。ということで浜田さんにおいでいただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。